公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンターは2015年5月日本財団の支援により2020年東京パラリンピック大会及びパラリンピックスポーツ環境の発展のために設立された団体であるパラリンピックで日本を変えるおスローガンに日本財団からの支援である約100億円をもとにし組織の基盤や体制が整備されていない多くの パラリンピック競技団体の運営支援を行うことで、選手が競技に集中できる環境を整備するほか、パラリンピック、パラスポーツの教育、普及啓発事業、さらにはインクルーシブ社会の実現へ向けた事業などを展開している。ビジョンに、パラリンピックには社会を変える力がある。パラリンピックには人に感動と勇気を、そして気づきを与える力がある。2020年へ向け、 日本はその力を最も享受する資格を得た。パラリンピックの舞台で活躍する人、その舞台裏でしっかりと支える人、一人一人が輝きを放ち、主役となるために、心に刺激を、行動する勇気を、チャレンジフォートゥモローというメッセージを掲げている。パラスポーツや、パラアスリートの魅力や度胞、見どころ等を発信するウェブメディア、パラサポウェブや東京2020。 パラリンピック特設サイト応援応援の運営のほか全国で展開しているパラスポーツの普及啓発イベントやパラスポーツを通じた教育プログラム、マガジン発行、アプリ開発、専用施設の建設、運営等も行っている。2016年に朝日新聞社が実施するスポーツの分野で優れた成果を上げた個人や団体に贈られる朝日スポーツ賞を受賞。 2019年5月10日、スポーツ庁長官室で開催された表彰式において、スポーツの各分野で優れた成果を示したものやスポーツの振興に関して献身的な努力を払い、顕著な業績を上げた者に贈られるスポーツ庁長官表彰を受賞。オフィスは東京都港区赤坂にある日本財団ビルの4階にあり、28のパラリンピック競技団体や、 関係団体が入居し、共同で利用している。スタジアムをモチーフとした共同オフィスは、バリアフリーの視点で設計されたユニバーサルデザインを採用しており、競技団体、関連団体、スタッフ、パラアスリートそれぞれが垣根なく働ける環境づくりを目指している。オフィスを共同で利用しているパラリンピック、競技団体は合計28団体となる。 パラリンピック及びパラスポーツの広報活動の一環として2018年8月末までに、早稲田大学や青山学院大学をはじめとする10大学140人の大学生記者を起用し、パラスポーツの魅力を学生の若い感性で伝えてもらう取り組みを行っている。この取り組みの背景には、パラリンピック競技団体では常に 人手が足りず十分な広報活動ができない現状がある。プログラム事業小中高生を対象としたパラスポーツを体験できる体験型で前授業を実施。パラアスリートと一緒にパラスポーツを楽しみながら、障害者のリアルな声を聞くことで、子どもたちが夢や目標を持つことの価値、障害のあるなしに関わらず、多様性を認め合うことの大切さなどを学べる場となっている。 2017年4月より全面的に日本航空株式会社がアスチャレスクールのサポートを開始。アスチャレスクールの大人用プログラムとしてパラリンピックやパラスポーツを題材に障害者のリアルな声を聞き学ぶことでダイバーシティやインクルーシブな社会を考えるきっかけとなるセミナーを実施している。 カリキュラムでは、障害者の講師によるパラリンピックの歴史や意義、障害について、などのレクチャー、障害別のサポート方法を学べる体験プログラムなどがある。パラスポーツをリアルに体験することで、様々な気づきを得られるパラスポーツ運動会を希望団体へ提案。会場の視察から、設営、準備、リハーサル、当日の進行、運営までべて、アスチャレ。 運動会事務局で実施している。平成30年度スポーツ庁委託事業である全国横断パラスポーツ運動会や経済同友会主催のパラスポーツ運動会など企業運動会として認知度が高まっている。運動会ではゴールボール、車椅子ポートボール、車いすリレー、ボッチャ、シッティングバレーボールなどの競技を体験できる。国際パラリンピック委員会が開発した パラリンピックの魅力を子どもたちに伝えるための教材。I ア Ampossible アの内容をもとに日本財団パラリンピックサポートセンターと日本パラリンピック委員会が共同開発した小中高生向け学校教材。教材を通して教員自らがパラスポーツや共生社会について教えることができる。国際版はマラウイ、カザフスタンで導入されていたが二0十七年の 開始から1周年を迎えた際に、ブラジル、カメルーン、カーボベルデ、コロンビア、ジョージア、グレナダ、香港、イラン、ペルー、ルクセンブルク、メキシコ、ポルトガル、シエラレオネ、シンガポール、韓国、ザンビアの16カ国にも新たに展開されることになった。障害のあるなしに関わらず、パラスポーツを始めたい人が希望する地域にどんなチームがあるかを探せたり、 障害に応じてどんなスポーツができかるを簡単に調べられるウェブサイトを運営している。2018年10月時点で41競技377チームの登録があり、2020年まで2000チームの登録を目標としている。2018年度グッドデザイン賞を受賞。イベント事業障害のある人もない人も、チームが一つのタスキをつないでゴールを目指し、選手、観客、 ボランティアなどすべての人が一体となり楽しめる駅伝を実施。第1回目は2015年11月29日に、第2回目は2017年3月12日に、第3回目は2018年3月4日に開催され、すべて駒沢オリンピック公園陸上競技場及びジョギングコースで行われている。第三回目のパラ駅伝院東京2018では、 17100人の観客が来場。スペシャルサポーターの稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾らも応援に駆けつけた。なお2020年は新型肺炎感染拡大を懸念するため中止。パラアスリートやミュージシャンらによる超人たちによるスポーツと音楽の祭典を実施。2018年11月23日、武蔵野スポーツプラザで行われたパラフェスでは、 パラスポスペシャルサポーター、新しい地図の稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾らも登場し、約6000人の観客を動員した。子供から大人まで楽しめるテーマパーク型のパラスポーツ体験イベントを実施。パラスポーツを体験することで、パラスポーツの楽しさを知ってもらい、ファンになってもらうための目的で全国展開している。 2018年の6月7日から6月10日の間、日本航空の協賛により、東京おもちゃショーに初出展した。その他の事業、蜷川美香氏のクリエイティブディレクションによるパラスポーツグラフィックマガジンを発行、ウェブでも同時配信中。蜷川美香氏の世界観で映し出された、注目のパラリンピアンらのロングインタビューや、パラスポーツ情報を掲載。ボリューム1。 陸上とボッチャ、ボリューム2、水泳と車椅子フェンシング、ボリューム3、ブラインド柔道とゴールボールとブラインドサッカー。パラリンピック特有の競技、ゴールボールを疑似体験できる日本ゴールボール協会監修のスマホ用ゲームアプリを企画、開発。2016年8月31日にリリースされたパラスポーツゲームアプリは、 パラサポとして初めての取り組みとなる。難易度はレベル1からレベル3の3段階あり、音だけを頼りに実際のゴールボールのようにプレイできるのが特徴。一番難しいリアルモードでは画面が真っ暗になりアイシェードをして行うゴールボールの疑似体験ができる。2018年6月1日、東京の品川区に障害者スポーツ専用の体育館。 日本財団パラアリーナをオープンした。パラスポーツ専用の体育館として、車椅子バスケットボール、ウィルチェアラグビー、ブラインドサッカー、ボッチャ、シッティングバレーボール、ゴールボールなど6競技に対応。2020年の東京パラリンピックの出場を目指す、選手やチームの練習、合宿に利用されている。2017年10月より、パラアスリートや、 パラスポーツ指導者を対象とした自己発信スキル向上のトレーニングプログラムを実施。実施背景には2020年東京パラリンピックに向けてメディアやイベントでパラアスリートの出演依頼が増えてきた際に話し方や伝え方に十分なスキルや経験を持つアスリートが少ないという状況があった。総合コンサルティング企業アクセンチュアの協力のもと パラアスリートの講演分析やヒアリングを通して、話し方、伝え方がうまくなる独自の育成プログラムを共同開発した。2017年11月15日に、新しい地図の稲垣五郎、草薙強し、香取慎吾がパラサポスペシャルサポーターに就任。新しい地図によるパラスポーツ応援チャリティーソング、雨上がりのステップにおいては、 チャリティ販売期間中の売上全額である2300万6214円がパラスポーツ支援のために寄付された。日本財団パラリンピックサポートセンターのオフィスには自ら楽しもうという思いが込められたキーメッセージ、I enjoy 楽しむ人は強い。おテーマに香取慎吾が描いた記念壁画もある。10日間約60時間をかけて描き上げたという16 平方メートルの巨大壁画には日本や東京、パラリンピックをイメージした鮮やかな富士山や桜、木地、ビル群などが描かれている。ありがとうございます。